しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん。やっぱり母さんだったんだな。久しぶりじゃのう、ゆっこさん。アマソ博士。いつかのお返しだな。どうしてわかったの？俺に聞くよりそっちの説明が先だぜ。実は優作の次回作の取材、ね、かしこまりました。あとしんちゃんのことがちょうどしんちゃんがお友達と出てきて、なんと鋭いんだからしんちゃんかと思っちゃった。しんちゃんの元気な姿を見てほっとなった。しんちゃんの暮らしぶりを見てみたいな。どうやったらしんちゃんに気づかれずに偶然あの家を見つけたのよ。貸しで中に入ったら見えるじゃない。そこで彼女は妙案を思いついた。家を借り老夫婦に変装。このグルニエの窓からお前のせいか。不動産屋の社長さんに頼みに。大ファンだったんで二つ返事で OK もらったのよ。しんちゃんたちが来たのには驚い。元女優ですからしんちゃんたちを騙せる自信があったんだ。優作はさんのあの演技が引っかかるきっかけだったんだ。博士が言ったようにおじいさんが言うは誰も見ていない時で人前では心理として。そう、この老け役をやるとそういう演技をしたがるものが。母さんはあの時眉をしかめたの。見てた。そうなの。ないだろう、いかで俳優じゃないんだから。演技もなかなかだったぜ。俺と博士が尾行し、あの中国人の店主は若いのナイトバロンシリーズの次回作少し脅かしてほしいって頼んだら、いや青龍刀投げたんで驚いたよ。でもちょっとやりすぎじゃねえのか。ごめんなさい。しんちゃん今どんな生活してるのか、離れて暮らしてるし、行けば大丈夫っていうに本当のところ知りたかったの。もうそう、またちっちゃくなったしんちゃんの写真いっぱい欲しかったんだもん。母さんにはかなわねえな。